everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。1月12日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。あのね、もうね、今年もですね、10日ぐらい過ぎましたね。皆さんね、寒さにも負けず、コロナにも負けず、王子の滑りにも負けずで頑張っていきましょう。滑り王子マスクマンでございます。はい、3連休本当に寒かったです。なんか名古屋でも氷点下の温度が続いて灯油が一気に減りました。はあ、電気代と灯油代が怖い。味噌煮込みスキーと本当に寒くてですね、この連休で一番寒かった、マイナス 3.7 度というのがありましたけども、あの時はですね本当に家でこもってたダンサーズでございます、はい、そうだよね、寒かったもんね、はい、では今週のテーマは塩ソルト。今週のテーマは塩ソルトです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋、中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上・海上輸送一貫サポート、東海協和、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールのコーナーでございます。はい、お願いします。じゃあご紹介しますね。はい、アレックスさんからですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、対名古屋チームの皆さんこんばんは。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 ソフトバンクホークスの塩顔といえば上林誠司。あら、上林ってなんか聞いたことあるけど、もう王子は存じ上げません。あれ、みんな反応しないねはい、昔はい、塩キャラメルとか塩大福とか甘いものに塩かけたったっていう商品が嫌いでした。ポタポタ焼きもダメかしか、甘いものは甘いだけでいいんじゃないかなと思ったんです。しかし昔小さい時に塩せんべいにチョコレートクリームをかけて食べたのを思い出したんです。夢中になって食べました。もしかしてと思い塩大福を食べました。今まで食わず嫌いをしていたのを悔やみました。マジしょっぱい。あれは喉乾くけど、やみつきになりますね。ほんと今年の滑り王子の冷え方はきついわ。あのね、はい、まだ今年始まったばっかりですので、はい、まだまだ、で寒波来ますよ。もうやめて。何、すでに今年に入ったあの1回目の放送でもうきついっていう思ってるんだ。
え、もうダウンジャケットが2枚重ね。2枚重ね。どうなんでしょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆう名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷荘の古文いかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、塩。塩は料理に必ずと言っていいほど入っていないといけないものじゃないでしょうか。味に絶対必要。体にとっても必要。しかし、取りすぎると体に良くない。良い塩梅という表現。この表現に塩の文字が使われていますね。何事も心地よい状態を作るのは塩加減が必要ということですかね。哲学的な考えになりそうですね。昔の方々すごいな。ちなみにうちなあぐちではいい塩梅と言います。では番組最後まで聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、いい塩梅っていい感じ。いや、じゃあ私発音がいかんのかな。いい塩梅当たってるのかな。発音が多分ね、もうちょっと違うと思うんだ。いい塩梅。ああ、それはイングリッシュバージョン。音体をモノマネしてるけど、でも多分イントネーション間違ってると思うよ。ミヨレチュー。名古屋弁ですかね。あの、いい塩梅ってありますよね。いや、いい塩梅、うん、いい塩梅で。と一緒。あ、そう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 。うん、だからいい具合っていう、うん、ことですよね。そう、いい塩梅って言うと多分ちょっと酔っ払った時とか、あ、なんかいい塩梅になってるねみたいな感じで言うんですけど、いかんせんね、こう発音が名古屋弁になってしまって。だよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぴょんぴょんさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私が小さい頃の話ですが、私が子どもの頃、皮膚が弱く炎症を起こし、毛がさ、かさぶただらけの体に父親が塩で揉み落とす父、叫ぶ私。痛そう。これはちょっときついですよね。でも多分あれだ、きっと塩をすり込んで早く治そうっていうことだよね。消毒みたいな、ね。まあそうですね。夏は殺菌作用があるからかな。はい、夏は毎年海に投げられる私。塩だらけにしょっぱい思い出。お後がよろしいようでってことなんですが。あの、よくね、ちょっと怪我した時とか、こう、塩水、に使うといいとかって言いますもん ね、うん、あの皮膚がちょっとね、あの炎症、本当にね、あの汗もとかさ、確かにね、うん、いいって言いますので、うん、今ね、王子ね、うん、う両脇汗もなんだよね。この時期に汗もってどういうこと。多分ね、あの脇に肉がついてんだろうね。脇の通気性が悪いんかもしれない。だよね。もうそれ塩すり込んだ方がいいんじゃないのかな。痛い。はい、では行きますね、はいはい、こんばんは。何かとお騒がせしております。ラジオネーム富山のタッチョンです。 ありがとうございます。大丈夫なんですか。今日も50分の通勤路が4時間半、はい、除雪終わってません。ここ4日間電車もバスも正常に動いてません。救急車の運行にも支障が出ています。普通に過ごせるのはいつからでしょうか。すごい、ちょっと大変ですよね、富山、うん、でもなかなか名古屋の地方ニュースでもあんまりやってくれないっていう。あ、実は、ね、富山の情報入ってくるんですよ。ああ、そうなんですね。まあ、友人がですね、うん、魚津と高岡に住んでるんですけど、うん、その写真が来たんですけど、うん、いや、あれは災害級のレベルですわ。あ、でも自衛隊が実際に出てくるんで災害だと思いますよ。あれはちょっと ね、すごいことになってますわ、ね、じゃあ続き読みますね、うん、はい、さて、この時期北陸で塩といえば融雪剤、うん、塩化カルシウムと言います。道路が凍らないようにそれを撒きます。すると、あら不思議、凍りません。その代わりめっちゃ車が錆びます。沖縄の人がどうしたらこんなに錆びるのというほどひどい時は10年待たずにマフラー取れます。うん、なので内地で格安の中古車があった時はその車の車歴をよく確認してくださいねっていうことです。よく言われますね。沖縄もあれですよ、塩害がありますから、はいはいはい、足回り下回りは防腐剤
うんうん、っていうんですかね、あれ、あの塗装しますよね、うんうん、確か。でもやっぱり雪国はそうですよね、うん、やっぱりどうしても塩化ルを巻くので、うん、やっぱり錆びますよね。錆びますよね。でもこの間やっぱり名古屋でも久しぶりにあの、うん、橋のところに塩化ルなんか、そう、最初白い粒があるから雪なのかなって思って、うん、よく見たら塩化ルでしたね、うん、うん、でもあれがやっぱり車に良くないんですよね。良くないですね、あれは。うん、でもね、ちょっとね、ああいうふうに巻いておいていただかないと、こう車がなくて路面が凍結してね、うん、王子も滑っちゃう、うん、王子王子塩巻けばいいんだ。王子エンカル巻いとかないか。そうだ、塩豆にすればいいんだ。あのね、はい、あの王子の場合多分ね、あのなめくじのような感じになると思うよね。縮んじゃう、縮んじゃう、縮んじゃうんだよね。大変。どうしてそのどうしてそんなセクシー音声なの？ね、これまたこのね、ねバージョン流すとね、うん、違う風にね、そう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 、ね、あの考える人がいるでしょ。違う展開になっちゃうよね。うん、はい、ありがとうございます。はい、あのタッチョンさんツイキャスでもう来てます、はい。ありがとうございます。地獄絵図でしたとか。いやなんかちょっと本当にどんな感じなんだろう、うん、想像がつかない。だってニュースってあまりやってくれないんですよ本当に、うんうん、やらないですよ ね、うん、ツイキャスで、おかちからもしさん、はい、こんばんは、青森からツイキャス見ています。現在の青森の気温は 0.6 度です。うん、ねー 0.6 度、ビールちょうどいい、冷えますね。ちょうど冷えますけどね、多分私たちのマイナス3度とかそんな大したことないんでしょうねきっとね、おがちからもしさんにとっては。ペーターさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんはって来てますけど、ワンワン。シュプリームさん、はい、こんばんは、重役、重役出勤のペヤングです。あ、なんかおがちからもしさん、はい、王子の滑りはマイナス10度とかマイナス20度とかですよって、ほら、あの顔とか痛くなるよね。うん、この王子のこのね声を聞くたびにね顔がカピカピになって、ね、なんていうの？ちょクリーム塗ってほしいな、あの保湿剤っていうの？おだまり。皆さん、おだまり。じゃあメール読みますね。はい、はい、こんばんは、お久しぶりです。明けましておめでとうございます。今年も楽しい番組を頑張ってくださいね。はい、あ、名越マナーさんからです。ありがとうございます。テーマ塩。私は塩はあんまりこだわりはなかったですが、最近息子のところに行って料理によって塩にこだわっているのにはびっくりです。一つだけこだわっているのは、沖縄でチキナーと言いますが、からし菜を塩もみして料理をしますが、それは島回すに限ります。沖縄の安い塩ですが、うちなー料理には昔からの粗い塩を使ってますよ。自宅は元部の塩を使っていますよ。それではまたです。太陽は塩太陽より神太陽を心がけたいですね、ということです。ありがとうございます。まあ、そうですよ ね、塩いろいろこだわりがやっぱりね、うん、ありますよね。でもね、あの、うん、今の塩太陽なんですけども、うん、はい、あのこの塩太陽が好きっていうね、はい、あの方いらっしゃいますからね。そう、うん、あのよくね、はい、昔、まあ、最近でもあんまりないと思うんですけども、はい、あの AKB なんかのね、はい、あの握手会で、こう神対応があったり塩対応があるっていうのが、ね、よく出てましたけども、そのファンの方たちはね、うん、あのその塩対応していただくのがいいっていうね、うん、なんかそのやっぱりマニアの方がね、いらっしゃいますね。ニコニコじゃなくていいんだ。そうみたい。うん、なんかそれがいいっていうね、ファンの中ではそれがいいみたいですよ。そうだ、そのクールな感じがまたいいってこと。そう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 。ここから塩対応っていうとこういう風ですね。え？何？え？やっぱり。はい。またあの昔思い出して、放置プレイをちょっとみんな聞こえてるでしょ。はい、これが塩太陽ですね。あ、これが塩太陽ですね。ちょっとみんな聞こえた。何も聞こえないですよね。まだまだ。はい。じゃあ、かわいそうなので入れます。あ、はい。そうか、聞いてる人にしかわからないんだ。あの今ね、うん、はい、あの放置プレイだったよね。違うでしょ。王子の声聞こえなくなったんじゃないの？でしょ。だからあの。ね、私一人でね。でも気をつけないとさ、放送事故になるけど。あ、BGM があるからか。かなり今喋ってたよ。いろんなこと。すごい喋ってたけど、残念ながら放送載ってないんだね。ね。みんな聞こえてなかったっていう。すごい、動揺してめちゃめちゃ喋ってたのに。
ということで、はい、シュプリームさんが、はい、ダンサーズさんとみそさんの王子に対する塩対応がこの番組の醍醐味。ありがとうございます。ありがとうございます。え、そうだったの？ありがとうございます。はい、ということで、ということで、はい、CM の後は名古屋は栄養コーナーです。はい。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。ということでですね、今日は塩というテーマですので、うんうん、はい、三重県にある伊勢神宮ってご存知ですよね。はいはい、で伊勢神宮 の、 その神様にお供えする塩っていうのは、はい、どういうふうに作ってるかって知ってます？え？塩は海水を天日干しじゃないんですか？あれですか、煮詰めてるとか。うん、そうで、まあ愛知岐阜三重の情報をお伝えするこのコーナーですので、はい、その三重県の伊勢市の二見町に、はいはいはい、やはりそういう三塩殿神社っていうそういう神社がありまして、はい、でそこのところにその塩田があって、うん、はい、その塩をその、うん、お供えする塩をそれで作ってるんです。はい、でまあそのさっき言ってたその煮詰めて作るっていうんですけど、はい、まあ、最終的にはね綺麗に精製して作っていくんですけど、はい、そのそれがその伊勢神宮に納めるためにそこで作られてるっていう。ああそうなんですね。うん、そうなんです。これは一番神聖なる塩でございますね。うん、だからやっぱりその塩もね、うん、その辺で買ってきちゃいけないんで。うんうん、はい、そのように専用のそういう塩を作るその塩田と、うん、はい、その神社があるっていう。でもそういうのもしかしたらですね、古典、うん、の陛下なんかで献上されるような塩なのかもしれないですね。そういうところでね作られてるのはね。あ、まあ、でただ、うん、その三塩神社というか、まあ、三塩殿っていうんですけれども、はい、そのそこはその伊勢神宮のその治めるためだけに作ってるなんですよ。ねえ、伊勢神宮で塩、まあ、お清めの塩なんですかね。いろんな、あ、そうそう、うん、お供えっていうか、そうですね、清めるための塩なんですけれど、うん、そうなんです。でただですね、やっぱり最近その砂浜がどんどん失われてきてるんで、はい、
現在ではちょっと場所を変えて作ってるそうなんですけど、はい、うん、ああそうなんですね、うん、でまあ昔そのはそのやっぱり塩作りが盛んだったみたいなんですけれども、はい、ちょっとやっぱりねどんどん砂浜も少なくなってね、あとやっぱりまあ瀬戸内海とか別のところでも作られてるようになったので、うん、まあなかなかねその実際に塩を作るっていうのはその神様にお供えする塩はそこでは作ってますけれど、うん、まあその何ていうんで塩を作る産業としてはちょっと今はそんなに作られてないっていう、うんうん、っていう。あのね、いつもね、うん、思うんですけどね、やっぱそういうような、ちょっとね、神聖なる塩っていうのは、その、うん、大相撲なんかでね、塩巻くじゃないですか。あ、はい、そうですね、はい。あれは普通の塩じゃないような気がするんですけど、これ、なんか皆さん食べてるのは塩巻くんですかね。なんかちょっとあれはね、神聖なる国技だから。あれは荒塩ですよ。おう。うん、あれは荒塩です。普通の今食べてる塩ではない。うん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 、普通に食べているその食卓、うん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 、あれとは違います、うんうんうん、あれは荒塩じゃないかなと思いますね、うん、よくあの漬物とかで使う、はいはいはい、うん、あれもね大相撲のためにねそういう出してるのかなと思ってね、うん、でもやっぱりね古くからやっぱり塩っていうのはやっぱり清めるっていう意味がやっぱあるんです ね、 ですね、うん、だから、うん、ねそのまあ神社でもそうですお供えね神棚にお供えするのもそうですし、はい、そのお相撲さんがその幕っていうのはやっぱり清めてっていうことですよ ね、 すよね、うん、土俵ですよね、うん、はい、ということです、はい、はい、ということで、あれこだわりの塩って何かあります？こだわりの塩、うん、自分好きな塩とか、まあ、自分でしたの雪塩好きですね。ああ、雪塩ね。はい、うん。これはもう沖縄ですね。うんうん、沖縄ですね。うん、はい、そう、うん。よくね、岩塩、はい、うん、外国ですか、岩塩ってちょっとピンク色。あ、はい、あれがね、よくね、うち、ん、に置いてあって、あれはちょっと大粒なんですけどね、うん、はい、舐めると辛いね。は？舐めるの？うん、ちょっとこう、なんていうの、うん、一粒舐めたくなるじゃないですか。え、塩だとね、ペタッとこうつけてね、舐めるのなんか、ね、うん、節操がないから、ちょっとああいうのね、うん、ペロッと、ペロッと言い方変ですね。はい、うん、よくわかりません。はい、名古屋栄養のコーナーでした。はい、ちなみに私はぬちまーすが好きです。はい、メールいきたいと思います。はい、お願いします。はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。塩と聞いて思い浮かんだのが宮古島の雪塩。あ、雪塩ね、うん、雪塩工場の見学をした後に食べる雪塩ソフトも美味しかったな、うん、美味しかった。これはソフトクリームってことですね。はい、そうなんです、うん、ね、雪塩を使ったソフトクリームがまたね、うん、それこそいい塩梅なんですよね。あ、いい塩梅だな。あら、甘さと塩のハーモニーがね、いろんなフレーバーの塩を振りかけて、はい、食べたような記憶がありますね。ミネラル豊富な雪塩はお土産にも最適ですね。寒さが増しています。皆様風邪などひかぬように気をつけてお過ごしくださいね、ということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、その塩を後でまたトッピングじゃないですけど、いろんな抹茶塩とかいろんなフレーバーがあって、うん、それをまたさらにかけて美味しさをまた、うん、な、違う楽しみ方ができるんですよ。だからそうね、ソフトクリームのかけるぐらいだから、うん、ペロッとかペロッ、ね、ね、やるじゃないの。うん、その岩塩をペロッと舐める。嘘、岩塩舐めるの？舐めたくなっちゃった。でも岩塩焼きとか美味しいですよね。そうそう、バーベキューでね、岩塩プレートでね、あれは美味しいですね。あれはいいですよ。そうなんですよね。そうなんですよね。で、そんなにキャンプやらないでしょ。いや、たまに。たまに。じゃキャンプじゃないな。バーベキューを。バーベキューだね。やった時、うん、こうパラパラってやって指につくじゃないですか。うん、それを舐めます。
はい。はい。あと、ウエストウィンド、ペーターさん。はい。お茶爆100、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。はい。お願いします、メール。続いてですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以前の車には、厄除けで、袋に塩を入れていましたが、効き目は今一つだったので、はい。はい。来年新車を購入してからは、厄除けに塩を車の中に入れることはしないで、首里観音堂で購入したお守りを車につけています。ほう、はい、お三方は厄除けに車の中に塩を入れたことはありますかということなんですけども。ないですね。よくね、こう、王子のね、うん、厄除けの写真があるみたいで、うん、あ、それは、ね、そういえばね、塩をちっちゃい袋に入れて、うん、それをなんか厄除けっての沖縄の方がやられてる、うんうん、よくやられてますよ、うんうん、そう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 、そうでした、はい、そういうのありました、はい、あ、いいですか、はい、メール来ましたので、はい、はい、お願いします。お三方さん、こんばんは。こんばんは。古文新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。ボクシングで両者が噛み合わずズルズル判定に持ち込まれる試合を使用試合と言ったりしますが、うん、一方がディフェンスの達人の場合は決してつまらない試合ではなく技術的に見どころが多いのです。皆さんは一見つまらないと感じるものに魅力を感じることはありますかっていうんです。はあ、つまらないものに、つまらないものに、そうですね、あ、決してつまらない試合ではなく技術的に 見どころが多いか。ああ、うん、それはあると思いますね。うん、うん、つまらないと感じるものに魅力って王子の滑り。ああ、いや、それはもう皆様のね、知らず知らずのうちにこう頭の中に入っていって、はい、ものすごくね、心地よくなっていくんじゃないかな。はい、はい、あ、シュプリームさん、魚の塩釜焼きが食べたくなりましたって。あ、いいですね、いいですね、贅沢な料理ですよね、あれ。ずいぶん塩使うし。僕たちからもさ、塩といえば塩結びですねって、はい、あ、もうね、もうシンプルでいいよね。シンプルで最高ですよ ね。はい、はい、ということでエンディングでーす。はい、はい、来週のテーマは空気。来週のテーマは空気です。空気清浄機、きれいな空気、空気が読めないなどお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備・塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。なんかね、今日はい、お二人ともちょっと、はい、塩気が強いよ。塩対応、はい、塩対応、塩気が強いよ。ちょっと塩対応を心がけてみました、はい、うん、ました。でも来週のテーマ空気ですから ね。来週いいよね。なんか最近王子にぴったりなテーマばっかりだ。本当ね、もう皆様ね、このね、空気のようなナチュラルな感覚でね、ね、ラジオ聞いてくださいね。はい、以上ですね。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、閉店ガラガラ。うん、はい、強くした、ね、強くした、はい、すごかった余韻が、はい、はい、ということで今週もお聞きくださいましてありがとうございました。いかがでしたか、二人の塩対応。今日本当にひどかったよ。いや、ひどいんじゃないよ、テーマに合わせたんだよ、はい、ね、王子がね、うん、ちゃんとお話してるのにね、はい、全然あれがないんだもん、アタックないんだから、うん、そうだね、じゃあもう一回、じゃあ閉店ガラガラ、閉店ガラガラいきましょうか、はい、はい。